こんにちは、トミーです。今回はデンマークを代表するデザイナーハンス・ヨルゲンセン・ウェグナーがデザインした椅子の展示があるということで見に行ってきたのでご紹介したいと思います。ウェグナーといえば特に Y チェアが有名ですが、その解体パーツも展示されているということで、普段は見ることができない継ぎ手の部分とか細かい構造パーツも見れてテンションが上がりっぱなしでしたね。それでは早速見ていきましょう。場所は D&デパートメントというロングライフデザインをテーマに、流行りに左右されることがない普遍的なデザインの家具やアイテムをセレクトしているお店です。私もプロダクトデザインや商品企画を行う際には、これは本当に環境に負荷をかけてまで商品化すべきなのか、ただのゴミを作ることになるのではないかと日々自問自答しているんですが、だからこそ新しいデザインを生み出すのではなく、こういったすでにあるいいデザインを知ってもらい広めるという活動はとても共感するんですよね。このあたりのものづくりへの私のスタンスについてはまた別の機会にお話しできればと思います。で、今回はですね、サイドロールファニチャーという家具ブランドの代表で家具デザイナーの小川健太郎さんとご一緒したので、家具デザイナーならではのコメントも合わせてお楽しみいただければと思います。ウェグナーの展示を見る前に店内のアイテムを何点か見させていただきました。これ野口じゃないですか。野口さんですね。いいっすよね。そうですね。あ、うん、あ、ダメリアじゃないですけど決めちゃうけど、ね、ウェービングベルトが、うん、全然違うっすね、これ、うん、で、これいいのは、これまずデザインの妙なんですけど、こう連結して3シーターにも2シーターにもできるんです。そう3人ぐらいどうです。はい、このソファーのいいところは1シーターずつセパレートしているので、例えば引っ越しをして間取りが変わってもですね、買い足して拡張したり、逆に分割して使うこともできるんですよね。こういった柔軟性は長く使えるポイントになってきますね。こういう積層面も僕好きですけどね、こういうの。いいですね。綺麗だ。でもこれちょっとこうへこんでるのは なんかこれもプレスしてへこましてるんですかね。削ってんのかな。もしかしたらこういう材料なんか機械で削ってちょっとずつこう、あ、これ削ってるな。だってこんな模様出るもん、ほら、ですね。積層のあれが出てる。これ結構難しいですよね、技術。だからこのぐらいの厚みのやつなんかこう削って、そうですね、こっちも削って、なるほど、もうこれはこれはこれかわいいっすね。簡単やったいです、面白い。福岡じゃないですか。細部はちゃんと作って、そうですね、こういうとこちゃんと書いて、そうですね、書いてたりとか、これによってこう、こうずれにくい、はい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 。で、ここちゃんと書いてんすよね、ここも書いてますもんね、ここから釘打って、こっちも、はいはい、このなんか素っ気ない感じがこれはこれでいいんですよね。デザインしてませんって感じの顔がいいんですよね。デザインしてませんって見せて、結構そうね、上げてるっていうのは。
はい、で建物の奥の方にギャラリースペースがあって、こちらでウェグナーの展示がされていました。これやばくないですか？そうですね、これこの分解見たかったんですよね。これ実は3次元に見えるじゃないですか、2次元なんですよね。はい、でここでも言ってる通り、 Y チェアの後ろ足は3次元の曲線で構成されているように見えるんですが、実は2次元上の1次曲線で構成されており、見た目の美しさを保ちながら同時にコストダウンも両立する、まあ、素晴らしいデザインになっています。このほぞ穴が、はい、ここ丸いんですよね、なんかここがやっぱり、うんうんうん、これ多分ですね、こう機械の問題だと思うんですけど、うん、はい、はい、でこういったほぞやほぞ穴の形状って普段は、まあ、外からは見えないんで、結構興味深かったですね。これはそんなに柔らかかってない本なんですね。はいはいはい、ちょっとした成形、そうですね、防犯を削り出して、うんうん、これ面白いですね。面白いですね。これやばいっすよね。これ4本足があり、はい、ここが太くて、はい、ここが細いっすよね。なんかそれ理由があるんですよね、多分。そうですね、一番椅子の負荷がかかる、うん、ああ、はい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 、ここの抜きって確かにちょっと太くないと、うんうんうん、ちょっと強度的に、うんうんうん、上は多分ペーパーボードを巻くようにちょっと薄く、うんうん、小さく作られる。あ、そうですね、多分ここが紐ですね。なるほどね。 J39 はここ同じ太さなんだけど2本入ってんですね、多分。それで強度保ってるんですよ。シェイカーチェーンですね。あ、そうですね、まっすぐですね。はい、でこのように全てのパーツの形大きさに意味があるんですよね、まあ、ここがデザインの面白いところだと思います。曲げ木なんですよね、ここがね。あ、これは曲げ木ですよね。なんか、ね、蒸気で何とかありますけど、いかつい猛者たちがギュッてはいはいはい、こんな曲がるんだ。すげえな。嘘でしょ。トリック、トリックしてるんじゃないか。これを向くから削り出したら相当な、あ、そうですよね、ロスが出る。こっちはあれなんですね、削り出しですね。枠目がこうなってますね、うんうん、そうですね。はい、少し補足をしておくと、木材の家具をデザインするときに考えないといけないのは、材料となる木材からどう材料取りするか、そしてどう加工するかです。で、ここをちゃんと想定してデザインしないと資源の無駄遣い、コストアップにつながってしまいます。例えばこの背もたれを削り出しで作ると、この部分は削ってゴミになってしまうのに対して、曲げ木ならほとんどゴミは出ません。一方、この後ろ足のパーツの場合、うまく材料取りをすれば切削で作ってもロスが少なくなります。むしろ曲げ木の加工コストの方が上回るから削り出しで作っていると考えられます。こんなに素晴らしい椅子あったら、今更なんか椅子作る必要ない。そうですよね。いや、そうなっちゃうんですよね。いや、本当そうなりますよね。
これもいやすげえな、俺これ好きなんですよ、この、こちらは CH25 というラウンジチェアです。こちらも綺麗ですね。続いてこちらが CH23 というダイニングチェアになります。一見普通に見えますが細部は凝った作りになっています。微妙な切り欠きみたいな、あ、本当だ、そうですね、位置合わせそこでしてるんだ。いやあ、本当ですね、ここすごい気になるんですけどね、何なんでしょうね。はい、いかがだったでしょうか。今回はデンマークのデザイナーで椅子の巨匠と呼ばれているウェグナーの椅子やロングライフデザインの家具を見てきました。やっぱり名作と言われている家具にはそれだけ愛されている理由がある気がしています。それはデザインだったり構造だったり、同時に生産プロセスが人にも地球にも優しく配慮されていたり、そういう長く愛されている理由を調べたり考えながら物を選ぶというのも楽しいですね。それでは今日はここまでとしたいと思います。終わり。